カメラベースでの自動運転っていうところを特徴にしてまして、まあ、人間が目で見て頭で考えて制御しているのと同じようにカメラと AI で、まあ、制御していこうという消費電力が少ない状態で走れるという、これからのもしかしたら完全自動運転の方向性はこれにあるんじゃないかな。ドアをきっちり閉めていただくと中がちょうどバスタブみたいな形に密閉構造になっているので、まあ、普通の車ですと隙間がいっぱいあって水が入ってきちゃうんですけれども、水が入ってこないような作りになっています。こういうレンタルアップみたいなのを今開発してまして、これを使って将来的には目の前にある機体を貸し出しってな、これが使えるようになるみたいなことをしていこうとしております。ここの個々のタイヤも回るので大きいタイヤで段差も越えられるし小回りも効く。ニーズからスタートしているので非常にいいケースです。これからフューチャーモビリティに挑戦するスタートアップをご紹介したいと思うんですが、この会社チューリングはですね、まあ、日本のスタートアップ EV をやってたり自動でやってるいくつかあるんですが、極めて野心的でですね、レベル4レベル5運転手がいない自動運転の車を目指している会社で、イーロン・マスクを超えるというのをスローガンに挙げている会社です。ぜひ、CEO の田中さんがいらっしゃいますご紹介します。田中さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。チューリング CEO の田中と申します。